案内標識が剥がされてしまっているんですが、こっちを見ますと観音橋表示が出ているので歩いていきたいと思います。いや、やっとゴールが見えてきました。養老渓谷なんですけれども、ただ単に景観の美しい場所というわけではなく、このようにですね、養老渓谷温泉郷という温泉街もすぐ近くにあったりするんで、とても利便性もいい場所です。それからここには足湯あったりします。向こうで足湯を利用している方もいらっしゃいます。でも今回は臨場しますね。先を急がなくてはいけませんから。ようやく見えてきました。あー、長かった。ちょっと見えてますけど、あれが観音橋です。そしてその向こうには出世観音があります。はー、長かったです。行きましょう。これがこの散策のクライマックスです。ちなみにここからが市原市になるんですね。で、僕はずっと大滝町にいたわけです。これが観音橋です。では今から観音橋渡ってみたいと思います。急なんですよね、これが。おお、養老川がすごく綺麗に見えます。こんな感じに。この手すりに触れていないと、僕の場合草履なので厳しいかもしれません。続きましては出世観音の方に行ってみたいと思います。出世観音、正確には立国寺と読むんでしょうか、ちょっとわからないんですけども、お賽銭をしてそれから向かいたいと思います。行ってきます。またこれが階段なんですよね。着物男子に一番過酷な階段。ここでお賽銭していきます。じゃあお賽銭します。終わりました。見てください、これどうやら崖崩れか何かあったみたいで崩落してしまって、こんな工事用の仮設の足場が組まれている感じですね。あ、ここもそうですね。足元注意。いや、このコース初心者向けだって聞いてたんですけど、なかなかにハードですよこれ。着物だから余計かな。いって、だだだだ、足当たっちゃった。食い行かないとね、怪我をしそうです、これ。いや、すごいところにお寺を建てたな。嘘でしょ、まさかのトンネル。このトンネルくぐんないといけないんだ。しかも、なんだか斜面が急だぞ。大丈夫か。すごいなこれ。うわー、まだ続きがありそう。僕の感じですけど、まだまだ歩かなきゃいけなさそうな気はします。うわー、しかもこれ下がぬかるんでる。一番嫌なパターンだ。こんなんですよこれ。よいしょ。
なんとか水たまりは避けて通ることができましたけど、なんちゅうところにあるんだ。ようやく見えてきました。これが出世観音みたいです。ようやく到着しました。これが出世観音だそうです。ではお賽銭をしていきたいと思います。ではその10円を使います。よし、なので手を合わせるだけ。終わりました。見てください。黄色いもみじです。これ珍しいかもしれない。ここに上がってくる前結構大変だったんですけど、この黄色いもみじを見て心が洗われるようなほっとしたような気持ちになりました。あとは気をつけて帰るだけです。今一瞬ぬかるみに足を取られてしまいました。本当に危ない。まさか夜間の撮影をすることになると思ってもいませんでした。こんな不安定な場所を今度は降りていかなくてはいけない。大変です。気をつけていきたいと思います。よいしょ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 。ああ大変。真っ暗だし先は見えないし、ライトをつけても心もとないというこの状況。いや本当に調子に乗っていると足を取られて真っ逆さまに落ちそうな感じしますよこれ。危ない危ない。まだ養老渓谷駅までおそらく20分ぐらいかかりますからね。あでもここはこれで終わりか。この階段を降りて終わりか。よかったよかった。ようやく観音橋まで戻ってきました。あとは養老渓谷駅へ戻るだけです。長いハイキングだった。再び養老渓谷駅に戻ってまいりました。出世観音からここで20分あったんですが、あたりすっかり真っ暗になってしまいました。幸いなことに18時13分に大井方面の電車がありますので、それに乗って帰りたいと思います。というわけで今回の旅どうだったでしょうか。ぜひこの動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。